女優の加藤ローサさん、美人で演技もうまく、ドラマはもちろん、バラエティ番組にも出演されていますよね。今回はそんな加藤ローサさんについて、加藤ローサの旦那は松井大輔、加藤ローサと松井大輔の結婚なれそめ、加藤ローサと松井大輔に子供は何人、加藤ローサと松井大輔の夫婦仲、加藤ローサの元旦那がいるのか、加藤ローサの歴代彼氏、加藤ローサのプロフィールと経歴、これらの気になる情報をお伝えしていきます。キャレットキャレットコンテンツ、ヒデ、1加藤ローサの旦那は松井大輔。2加藤ローサと松井大輔の結婚なれそめ。3加藤ローサと松井大輔に子供は何人。4加藤ローサと松井大輔の夫婦仲。5加藤ローサの元旦那がいるのか。6加藤ローサの歴代彼氏。7加藤ローサのプロフィールと経歴。8加藤ローサの旦那は松井大輔。なれそめや歴代彼氏について調査。まとめ、加藤ローサの旦那は松井大輔。引用、https://web.gekisaka.jp/player/疑問符33105-20950jp コードイコール松井大輔。加藤ローサさんは、2011年に元プロサッカー選手の松井大輔と結婚しています。白丸大名前松井大輔、松井大輔。白丸大生年月日、1981年5月11日。白丸大年齢、43歳、2024年時点。白丸大出身地、京都府京都市山科区。白丸大身長、175センチメートル。白丸大体重、66キログラム。加藤ローサと松井大輔の結婚なれそめ。引用、https://valerypromarev.com/talentmykatourosa 旦那。加藤ローサさんと松井大輔さんは2010年に共通の知人を通じて知り合いました。この時はちょうど、2010年に開催されたワールドカップの直後のことでした。加藤ローサさんがレギュラー出演していた番組のスタッフさんと侍ジャパンの中で好きなタイプは誰かという話題になり、加藤ローサさんは松井大輔選手と答えました。そのことがなぜか松井大輔さんに届いたそうです。その後、お二人は初対面しましたが、加藤ローサさんは松井大輔さんの第一印象について、こういう男性とはお付き合いすべきではないな。とよく思っていませんでした。アンダーバー。もともと加藤ローサさんは、過去に男性と付き合うまでは言いたいことが言えなかった性格だったのですが、松井大輔さんだけに対しては第一印象が良くなかったため、初めから素の自分でいられ、本音で言いたいことを言えたそうです。その後、加藤ローサさんは松井大輔さんからアプローチされ、2011年に入ってから交際し、同年にゴールインしました。加藤ローサと松井大輔に子供は何人？引用、https://girlsgundan.com/katourosa/。加藤ローサさんと松井大輔さんの間には二人息子がいます。お二人の名前は不明ですが、長男は2011年、次男は2014年生まれで、それぞれ現在は13歳、10歳ということになります。父親に憧れてお二人ともサッカーをされているのかもしれませんね。キャレットキャレット。今後の成長が楽しみです。加藤ローサと松井大輔の夫婦仲。加藤ローサさんと松井大輔さんの夫婦仲は良好です。加藤ローサさんは松井大輔さんと結婚してから、海外に移住したり、出産、子育てとたくさんのことを経験し、あまり松井大輔さんとの時間を取れずにいました。しかし、子育てが一段落したら松井大輔さんと二人の時間を過ごすことを時々話しているんだとか。加藤ローサさんは、そんな松井大輔さんから毎年、お花をもらうそうです。加藤ローサさん曰く、普段は優しくないからこそ、もらった時の感動が違うのだとか。
こうしてみると、お二人の夫婦の仲は良好そうですね。加藤ローサの元旦那がいるのか。引用、https://girlsgundan.com/katorosa/。加藤ローサさんについて調べてみると、検索候補に、元旦那が浮上しますが、結婚歴があるのでしょうか。調査したところ、加藤ローサさんではなく、旦那の松井大輔さんに結婚歴がありました。実は松井大輔さんは2002年に一般女性と結婚していますが、松井大輔さんの浮気癖を原因に2009年に離婚しています。加藤ローサさんとは結婚して13年も経っていますので、浮気癖はもう治ったと言えるでしょう。加藤ローサの歴代彼氏、加藤ローサさんの歴代彼氏は、下記の3人と言われています。玉木宏さん、赤西仁さん、今田耕司さん。それぞれ詳しく紹介していきます。加藤ローサの歴代彼氏玉木宏。一人目は、俳優の玉木宏さんです。2007年に週刊誌が二人の交際を報じ発覚しました。二人は、男性向けファッション雑誌の撮影で知り合い、2005年から交際に発展したとのことでした。しかしその後加藤ローサさんが別の男性と交際していることが功になり破局。復縁も噂されていたものの、再度破局してしまったようです。玉木宏と木南晴香の似合わないって、馴れ初めや子供二人説を調査。加藤ローサの歴代彼氏赤西仁。二人目は、元、カトゥーンのメンバーである赤西仁さんです。2007年に週刊誌が二人の交際を報じ発覚、共通の友人を通じて知り合い、数ヶ月に一回のペースで会っていた友人から次第に親密な関係になったとのことでした。しかし二人の関係は長くは続かず、破局しています。加藤ローサの歴代彼氏、今田耕司。三人目はタレントの今田耕司さんです。2004年にバラエティ番組で共演したことがきっかけで知り合った二人は、2009年に週刊誌が、相合傘お忍びデートを報じ発覚しました。しかし二人はまだ熱愛に発展する前で、今田耕司さんはこれから真剣に付き合いたいと思っていた矢先のスクープだったそうです。このスクープによって加藤ローサさんは次第に今田耕司さんと距離を置くようになり、結果交際には発展しませんでした。加藤ローサのプロフィールと経歴、引用、https://girlsgundan.com/katorosa/。白丸大名前加藤ローサ、加藤ローサ、白丸大生年月日。1985年6月22日。白丸大年齢、39歳、2024年時点。白丸大出身地、鹿児島県鹿児島市。白丸大身長、160センチメートル。白丸大血液型、A 型。加藤ローサさんは、2001年にファッションモデルとしてデビュー。2004年に出演したセクシーの CM で注目を集め、同年のドラマ30ミニッツで女優デビュー。さらに、目覚ましテレビの早耳トレンドナンバーワンのコーナーを2005年まで担当。2005年には東京タワーで映画初出演し、翌年のシムソンズで映画初主演。2007年には女帝で連続ドラマ初主演。以降も、プロゴルファー花やシスターなどのドラマにも主演。結婚を機に一時、芸能界を離れるも2014年8月にモデルとして芸能活動を再開しています。加藤ローサの旦那は松井大輔。馴れ初めや歴代彼氏について調査。まとめ、今回は、加藤ローサさんの旦那について紹介しました。加藤ローサさんは2011年に元プロサッカー選手の松井大輔さんと結婚され、二人の息子に恵まれていました。また、加藤ローサさんに元旦那がいるという噂がありましたが、旦那の松井大輔さんに結婚歴があったことと混同されていました。また新しい情報がわかりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとうございました。